乃木いかがですか。再び今日の夜でございます。はい、ここはですね、はい、四条長手、はい、今ちょっと八坂さんの方からずっとこう歩いてきたんですけども、ね、はい、この間行きましたよね、お正月の時に ね、で、はい、すぐそこに見えてるのが南座です。はい、はい、南座そこは知ってますよ。その前が、菊水さんですよね。そうで、まあ、タクシーに乗って、はい、四条の縄手に行って、はい、って言ったら大体この辺に、この辺に四条通り、はい、でこれ縄手通り、はい、ところがですよ、はい、ところが何でしょう。縄手通りっていう人と、はいはい、大和王子通りっていう人がいるわけ。二通りあるんですか。そうなんです。どっちが正しいんですか。本当は大和王子通りって言って、まあ大和街道なんですね、はい、この三条からずっと南、はい、ここが大和街道、これ大和街道って言うんだけど、はい、実は、はい、この四条から北、はい、まあ、三条までは、はい、縄手通りって言うんです。本当は大和王子でもいいんだけど縄手通り、ここだけ縄手通りって言うんです。この一本だけが、この四条から三条まで、そのちょっとの間ですよね。そうなんですよ。はい、まあ昔はこの奈良街道を言ってね、はい、まあ、こうずっと伏見から奈良、はい、ここからずっとつながってるってことですか。そうそう、これ奈良街道なんですね。今もう続いてるんですよね、うんうん、で、まあ、大和街道とか、はい、まあ、いろんな街道があったわけです、その昔はね、はいはいはい、そのうちの一つがこの大和街道であって、ここなんですね、はい、大和王子であって、はい、縄手、ややこしい、ややこしいですよ。京都はもういろんな呼び方が、ね、ありますよね、はい、だからまあ京都の人は大和王子っていう人と縄手っていう人がいるけど、はい、実は四条から向こうは縄手ではないんですね、はい、あ、そうなんです、それが本当は本当のこと、本当は本当のこと、まあ、と思います、はい、私もまあこうちょっと上がったところにね、お店が、私のお店チャプリンがあるんですよ、はい、ここにもう本当に10年おりますから、はい、まあ、ちょっとしたことはまあ、ね、まあ、まあ分かるという。でこの市場の縄手に来たら、はい、いろんなまあね、あります、ね、有名なお店さんあるんですよ。さっきからいい匂いがしててね。そうそうそう、やっぱり一銭洋食 ね、はい、ここはもう人気スポットね、はい、もう観光客の人がいっぱいですもんね、はい、まあ、このだいぶ綺麗になったけどね、はい、昔はこのお店もちょっと北の方にあってね。そうなんですか、うん、でも何年も前にこっちに移って。あ、そうですか、ちょっといい匂いですよね。これは何定食ですかね。定食じゃないですね、お好み焼き屋さん、そうそう、あのお好み焼きというか、はい、何ですか、説明するのもちょっと難しいので、はい、ね、皆さんどうぞ食べに来てください、はい、食べに来てください、あのやっぱり他にはないものです、ね、ここだけですか、うん、僕はいろんなところでそういうお好み系食べるけども、はい、やっぱりここはここ、ここはここだけなんですね。へ、大変有名なところでございます。美味しそうだな、ね、そしてこう、はい、やっぱりね、今縄手でもね、はい、道を歩くと、はい、こうやってね、中国語のアナウンスが、そうですね、いろんな国のアナウンスが聞こえますよね。そうそう、やっぱりそんだけその、はい、中国とか韓国とかね、いろいろ欧米のね、お客さんにいっぱいお越しなので、そうそう、くれてはるってことですよね。アナウンスもこうやって外国語で流れて、はい、分かるようにということですよね。そうそうそう、私ね、あのたまに歩くと外国語で話しかけられることあります。あ、間違えてハーフかなんかに間違えられる、はい、なんかそんな感じで、はいみたいな感じで、ありがとうございます。いや、僕もハーフなんですよ。え、あ、分かりました。岡山とって言いたいんじゃないですか。岡山と新潟新潟なんですか。新潟の母が新潟なんで、お母様がね、そうなんですよ。じゃあ私もハーフです。どことどこ、あ、ハーフじゃないです、うん、兵庫県県です。兵庫県と兵庫県、はいはい、ハーフちゃうかな。ちゃいます。どうでもいいんです、そんな話は。そうですね、はい、ということで今日も楽しく進めていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ行こうか、はい。